はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日はですね、ちょっとスイッチのですね、周辺機器のご紹介なんですけども、皆さんのこのグリップコントローラーって使ってます？これね、これ神アイテムなんですよ。これ持ってない人いたらですね、ぜひ買ってほしい、そんな風に考えておりましてですね、このグリップコントローラーの有能性についてちょっとね、2点ほど私ご紹介していこうかなと思うんですけども、普段ですね、私スイッチで遊ぶときはこのプロコンでね、これで遊んでるんですよ。これでこれをテレビにつなげて、でこのプロコンでやってるんですけども、スイッチのさ、元々のコントローラーあるじゃないですか。これマジでやりにくいんですよ。なんでかっていうと、やっぱこのボタンがちっちゃいっていうね。ボタンちっちゃくて、で、なんか押しにくいし、これではね、なかなかね、モンスターハンターライズはできない。なので、もうこっちで慣れてるっていうのもあるかもしれないですけどね、自分がこのプロコンに慣れてるっていうのもあるかもしれないけど、こっちではさすがにやっぱ操作性が悪いと。で、このまずグリップコントローラーのいいところ1点目は、この操作感ですね。これがプロコンと同じなんですよ。もうほぼ、ボタンの大きさ、そしてこの、コントローラーのこの、触り心地というか、なんならこっちの方がいいぐらい。グリップコントローラーの方がでかいから、グリップコントローラーの方がいいぐらいなんですよ、これ。めちゃくちゃ強いです。これめっちゃ強い。このコントローラーは。この操作感が圧倒的に違いすぎて、もうこんなもんね、捨てていいぐらいです、これ。で、2点目。こっちが超大事。このコントローラー見てください、これ。これ、わかります？ターボついてるんですよ。ターボ。これターボ何かっていうと、連射ボタンなんですね、これ。こうやってやると、これA ずっと連打してることができるんですけども、これ何がね、いいかっていうと、金策とか、ポイント、カメラポイント稼ぎって皆さんご存知ですか？あれが、寝てる間にできるんですよ。今まで、金策とかって、鉱石カンカンしたりとか、いう風な感じで皆さんね、頑張ってやっていたかもしれませんけれども、連射機があると、寝てる間、勝手にゲームが金策とポイント稼ぎをしてくれます。やっていきましょう。ちょっともうちょっとめんどくさいからこのままいくけど、これでさ、要するにさ、集会所のこの、探索ツアーですね。探索ツアー。この探索ツアーの、例えば溶岩洞行きますわな。溶岩洞を受けていく。で、この溶岩洞を受けて、で、ちなみにですね、食事はね、ポイント換算の食事があったらそれ食べてください。なくてもいいですけどね。なくても別にいいです。これ放置したらですね、10万ポイントが貯まるんですよ。ちょっとやり方をね、簡単にご説明していきますけれども。これ斬新じゃない？これで実況してるの斬新じゃない？これ。これ令和3年のゲーム実況チャンネルか？これ。ねえ、とりあえず、ちょっとキャンプ飛ぶわ。サブキャンプ1飛んで、はい。サブキャンプ1飛びましたと。でですね、このサブキャンプ1飛びました。飛んでいく。でですね、ここだ。ここ。これ。ここさ、カンカンできる、これビスマス鉱石っていうのがね、入手できるんだけれども、ビスマス鉱石を、普通に A を押したらさ、これ1回しか入手できないんですけども、ここでターボ押すんですよ。ターボ A。これ押しとくと、永遠に A 押してるんですよ、ここで。で、もうね、これでですね、充電器につなげましょう。このコードを、ここにぶっ刺して、こうして。で、これで、あとは、寝るだけです。寝るだけ。これで、寝て起きてください。寝て起きたらカムラポイントとお金が増えてます。神ゲーじゃないですか。これちょっとですね、明日までにスキップして、どれぐらい溜まってるか見ていきましょう。はい、というわけで、だいたい丸1日くらいですかね。丸1日以上か。放置しました。朝起きて、いろいろ編集したり動画投稿したりなんかして、これからちょっと触っていこうかなというふうに思ってるんですが、一体今、どのぐらい、ポイントとお金が貯まってるのか確認していきましょう。さあ、これでクエストクリアすな。クエストクリアをしていく。そうすると、カムラポイントとお金が12万ポイント。ぬるゲーだな。ぬるゲーだわ。金策とかしてる人マジで古いんでやめた方がいいですよ。毎日毎日、寝る前にこの放置するだけで、カムラポイントと獲得報酬金が、12万ゼニーと12万ポイントずつ溜まっていくって考えたら、なんかいちいち検索とかしてるのバカらしくないですか？俺はバカらしいと思う。個人的には。なんで、毎日毎日これやっとくだけで、
どうせ貯まるんで、お金とポイントは。困ることはない。今すぐグリップコントローラー買おう。